にちは、松下優里です。よし、いけるかしら。ちょっと待ってね、足元にいろいろ落ちているわ。よし、こんにちは。2週間ぶり3週間ぶりになりますかね。よし、はじめましたでございます。よし、今日はいつもと違うフィルターですが、どうでございましょうか。よし、そう、この子も来ていただきましたよ。はあ、いつもと調子が違うからね。よし、いけるかな。はい、お久しぶりでございます。万葉集は178話となりました。暑いですね、今日も暑いね。ちょっと待って、ちゃんとコメント見れてるかな。 OK です。今日はなんだっけ、それです。なので、ね、だいぶ前に忘れなったからちょっと忘れ気味ですが、前回だそうで、先週はちょっとしんどくてお休みにしてしまって、あの展示から帰ってきてね、でその前の週が私東京で原画展をしてたので、それでできなくて、なので2週間空いて、いや3週間かな、前から比べたら。でその前にやってたのがあれです、私の大好きな最推し柿の素ひとまろ様のお坂部の巫女に送った歌ということで、なんかね、仙人さんと夏ごめん、ちょっと待って、私ね、来てくださってる方がこれ見れてない気がするんだよね。よし、ちょっと待ってね。よいしょ、夏のね、お歌をねご紹介しようと思ったら、なんか仙人が出てきて、でそれがちょっと面白いねっていうことで、あのその歌をご紹介したんですけど、そのお坂部の巫女さんっていうのが一体誰なのかっていうのがちょっと皆さんわかんないと思うのでそうなんですよ、お坂部の巫女さんっていうのは忍ぶ、心を忍ぶとかの忍ぶに、これですね、ウォールの壁と書いてお坂部の巫女さんっていう人なんですけど、正直あの万葉集とか歴史が好き勢でも、いや結構誰ってなる感じなんですよ。本当にあの草壁の巫女さんとかだったらね、あのこっちのあのなんだっけ、グラスの草、草とこのウォールの草壁の巫女さんは割と有名人なので、そのね、天井の虹って私が大好きなあの里中真知子先生の描かれている少女漫画、少女漫画といっていうジャンルに入れていいのか分かんないですけど、大好きなもう大河ドラマと言っていい、イニシエノイと言ったらよいだけど、この万葉集の時代を舞台にした漫画があるんですけど、それには持統天皇さんっていうね、まあ百人首でも有名なその人、女性の天皇さんが主役なので、その息子ということで、草壁の巫女さんの方は結構ご存知の方がいるかなと思うんです。でまあ、お坂部の巫女さんも天井の虹には出てくるんですけど、でも正直そのちょっと地味勢というか、あんまりこの目立った活躍をそこまでしてないので、記憶に薄い方もいらっしゃるかと思うんですよ。ちょっとエピソード聞いたら思い出す人もいるとは思うんですけどね。よし、なのでちょっくりはね、このお坂部の巫女さん誰ぞやっていうのを話しつつ、お歌をご紹介していこうかなと思います。お歌はねすごいかっこいいの。正直私が人様の歌、柿の素ひとまろこと人様と私はお呼びしているんですけども、人様の歌ですごい好きな部分が出ているんです。というのも、なんかそのひとまろ様の歌っていうのは、その、まあ、言ったら初期万葉集って言われる方に属するもので、このプライベートなことをこのポコ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 つぶやくツイッターみたいな、この後期万葉集の、まあ言ったらやかもちこともっちゃんですよね、もっちゃんの歌みたいな感じではないんですよ。そっちのなんかそういう気軽な日常っていう良さはないんですけど、その代わりですよ、もう人様のこの職業歌人としてのこのキラキラしい歌っていうのがすごい詰まってる部分なんですよね。だからそっちの良さを味わっていただくにはすごいいい一種だと思うんです。でこの人様のその職業歌人のとしての歌っていうのは、まあ言ったら今で言う、まあ、よく言って例えてますけども、オリンピックとかでその国を代表してその場で歌うっていう、そのみんな
の今聞きたい歌とか、そこの場にふさわしい歌とか、あとはね、その天皇様に捧げる時とかは、その天皇様をさ称えるみたいなね、普段は言わないような、なんかそういう言葉を表現できるっていうのが彼の特殊能力であり、求められた部分であり、すごくこの人丸らしい歌の特徴だと思うんです。で、その他の人が普段言わないような、もうこの場でしか言えないような、なんかそのキラキラした装飾的な歌っていうのをこの味わってもらうための歌、歌群の一つ。そう、あの割と人様はそのいろんな天皇様に、お坂部の巫女さんだけじゃなくって、いろんな天皇様に歌を捧げていらっしゃるので、その歌どれもね、やっぱかっこいいんですよ。もうなんて言ったらいいのかな、その普通のスナップショットの写真じゃないみたいなね、この気軽な写真ではなく、もうバッチバチにメイクしてキメキメのライトで、すごいちゃんとちゃんだが、なんだろう、こうそんな背景あるみたいなぐらいの仕上がりになった写真っていうか、そういうデコラティブなあの良さを感じる歌だと思います。あ、コメントありがとうございます。おたこ、あ、ひかるさんもあの大好き天井のニーズで、そう、ボークの次にお坂部好きでした。統一性すごいですね。あの統一性のなさで、お坂部さんってどっちかっていうとこの控えめな感じで描かれてましたじゃないですか。すごいすごい落差っていうか、このギャップでなんかこのね、あの具合が悪くなりそうなぐらいのギャップですよね。ママさんもこんにちは、いつもあのラジオの方まで追ってくださりありがとうございます。あ、エリーさんもお久しぶりでございます。天井お疲れ様でしたっていうことね、あの来ていただけたら嬉しかったですが、ちょっと鎌倉からね、距離はまああるので、あの暑かったですし、またの機会にぜひ、またやるから、もう癖になってきた。あ、レイザーさんこんにちは、あのアイコン使ってくださりありがとうございます。ここからね、あのいい感じでこのね、あのサソリ味が広がっていくのを楽しみにしております。そう、この間のね、あの星読み似顔絵東京でした時にあの書かせてもらって、すごいね、もうなんか声も綺麗だし、あの姿も美しくって、ぜひアイコンをね、早く自分の顔にできるといいねっていうね、それまでのつなぎとか。あ、ルリーさんもこんにちは、お元気になられてよかったですって、ありがとうございます。もうね、1週間その展示、ほら普段この辺で私生きてるじゃない、あのここが底辺でここがマックスだった、まあここのぐらいはさ、ずっと生きてるわけじゃない、ずっとここのテンションでさ、行くから、なんかもうね、あの脳と体がそのここのここなんかほら、日常でも一瞬ここに行ってもすぐ戻るわけじゃん。ずっとこれを1週間続けたらさ、なんかもう体びっくりしすぎちゃって、心もなんかね、帰ったらね、なんかすごいもうね、この辺をずっとこうなんかあの戻ってこれないみたいな、なんかあの明日のジョーの最終回ですよね、もうこの燃え尽きたみたいに一週間なっちゃいました。戻ってきましたですよ。あ、頑張りますっていうこと、現地取りました、ありがとうございます。ヒカルさん、でも大津の乱を経て、持統にも後には、あ、後には徴用されて、大宝律令の制定の責任者になっていく渋さがたまらない。確かにお坂部の巫女さんはそういう良さがあるんです、うん、物語以上長生きキャラ好き。わかります、あの私の友達では愛した人が絶対にすぐ死ぬっていう人もいるんですけど、なんか常にお弔いしてるみたいな、でもなんか逆に長生きするような、なんかそういういいこの出汁が出るようなね、そういうキャラクターが、あのキャラクター戦ものっていうかの方もいらっしゃって、私もそういうの大好きです。噛めば噛むほどね、味が出てくるね。そうなんです、このお坂部の巫女さんっていうのは、この名前が地味な割に、名前っていうかインパクトが地味な割に結構いい仕事してらっしゃるんですよ。そう、後の時代に、ただその目立ったこういうね、そのそういうものがないだけに、こう皆さんに知ってもらってないのはちょっと惜しいということで、結構いいことしてました、いい仕事してましたよ彼はっていうのをちょっとお伝えしていこうかなと思います。それも含めてね。そうなんです、リリーさん、あのひなりに出すぎて、やっぱほどほどですよね、あの半々ぐらいで来ていくのがちょうどいいと、あの何でもいいようなんでね、こう用があったらちゃんといいもね、まあ、だから落ち込めっていうわけじゃないんですけど、この一旦ね、シュッと落ち着く期間がね、いるんですね。うんうん。
秋川さん大津に組した側だったのに地味にイケメンだったし、確かにね。ちょっと待って久しぶりにいっぱい喋ったらあとさ、なんかここ数日急に乾燥しでしだしてる気がするの。お茶持ってきててよかった。ちょっとさ、みんなと喋って嬉しすぎてさ、あれですね。はい、じゃあとりあえずどっちから行くのがいい？歌から紹介するのと、あのおさかべ誰っていうのから行くのと、どっちがいいかな。みんなの希望が多い方にしてもいいけど、まあ、でも歌から行こっか。まず歌を聞いてみようね。はい、とりあえず台詞がどっかにあったはず。はい、台詞です、こちら。はい、天皇が雷の、ちょっと待って、これ書き下しあったかな。はい、天皇がどこだ、雷の丘ですね。竹って書いてるけど丘だそうです。雷の丘に、いでまししときです。なんか遊ぶって書いていでますらしいですね。天皇がどこかに行かれるときはなんか遊行とかも言うけど、なんかこう遊ぶっていう字入りますの、不思議ですよね。なんだろう、なんかこうもともと遊ぶってこう今で言うプレイな感じではなく、結構こう神と交換する、この、交わるですね、チェンジの交換ではなく、この交わるっていう、なんかそういう意味合いがあったってなんかどっかで聞いた気がするので、そのなんかそういう感じなどかもですね。その雷の丘っていう、ちょっと言ったら何でしょうね、この大事な場所、なんか神様が宿るような場所に行って何かするっていうのは、こう神とちょっと交わるみたいな、そう、天皇だから神と交われるっていうのもあるので、なんかそういう役割をした、なんかただそこに行ったっていうだけではなく、その神様と何かしらのコンタクトを取って、この世の中が良くなりますようにとか、この場所がね、平野にありますようにとか、いいものを授けてくださいとか、なんかそういう役目ができるのが多分当時の天皇さんみたいな感じなのかもですねってちょっと思ったりしました。はい、でこれがで柿の元阿蘇美人麻呂。はい、これはちょっと役職の名前なんで、こうわーってしてて、で人麻呂が作った歌一首でございますということです。でどういう歌かと言いますとですよ、もうね超かっこいいから期待して、人様の本領発揮、私結構大好きな歌の一つです。はい、235番、大君は神にしませば雲が来る、雷の上に雷よりせるかもですね。ちょっと待って、これネットから撮ったやつとさ、こっちの本が違ってた。大君は紙にしませば雲が来る、雷の上にいよりせるかもって書いてますね。どういう意味かと言いますと、ちょっと待って、これね、原文の方やる。はい、大君は、王ですよ、紙にいませば雲が来る、雷の上にいよりせるかも、はい、という感じです。かっこよくない？原文からもちょっとどうしてもこれを見せたくってさ、これにしてみた。でさ、これね、なんかなんで役がこうブレるかっていう、役っていうかその書き下し文がブレるかっていうと、一回さ、どう読むのか分かんなくなっちゃってるのよね、平安時代ぐらいにすでに。でそれを江戸時代ぐらいから、江戸時代もうちょっと前からぐらいからずっと、いろんな研究者がこう読むんじゃないのかみたいなのをめっちゃ考えてやってるので、特に後期はね、割と一文字一文字書いてくれてるからいいんだけど、特にね、人様の歌はね難しいのよ。ちょっと漢文チックになってるから、割と書き下しが揺れてて、超有名な歌もなんか昭和ぐらいにめっちゃガラッと変わったやつがあったりとかして、とにかくね、人様の歌は実際どう呼ばれてたかがちょっと怪しいものはあります。でなんかこれで言ったらさ、この神にいませばで、これがバーなんだけど、これをさ、この大君はで書いてないってことは、
え、これ大きみはって入るの本当にみたいなとかさ、なんかこういろ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 気になってくるとこでもあるんだけど、でもとりあえずね、この原文のこのシンプルなさ、この感じがやっぱ人様の歌の一個いいとこだよねっていうね、そこをちょっと皆様にもぜひ知っていただきたく、で、まあ、どういう意味かはもう大体わかるよね。あの大きみ、あの、まあ、天皇様は神様でいらっしゃいますので、でこの雲が、雲が来るってなってるけどね、天雲のっていうのが、まあ、イカづちにかかる、このイカづちっていうのにかかる、まあ、就職語みたいな感じなんですよね。でこのイカづちの上にいてますよっていうことなんですけど、これは実際奈良にあった場所の一つで、イカづちの丘っていうのが今でもあるんですけど、地名にもあるんですよ。看板にイカづちって書いててさ、うわかっこいいって思うんですけど、そのイカづちの丘っていうところにちょっと仮宮を建てて、そこに天皇様がいらっしゃった時があるんでしょうね。でその時に読まれた歌なんだそうでございますよ。そうで、でこのなんかそこに宮を建てるっていうことは、なんか用事があって行って仮宮を建てらっしゃったっていうとこなんでしょうね。でそういう時にはいろんなねお付きの人がいて、で多分何かの儀式をするとか、何かをその天皇としての役割をしに行って、だからその天皇様が今こういうことをされましたみたいなのを称える時に、この人様が歌を読むと、でその時のお歌がこれということなので、なのでなんかねこれそのイカづちの上にっていうのが、まあそのイカづちの丘の上っていうところもあるとは思うんですけど、そのなんかダブルミーニングというか、なんかこの本当のイカづちの上にもいてるような、そのイカづちの丘にとしてないところが、そのなんていうのかな、単にその場所のところに宮を敷いていますっていう、プラスその天皇様はもっとなんか本当にこのすごい神でいらっしゃるから、なんかそのイカ槌みたいなところにも宮を建てれるぐらいすごいんですよねみたいな、なんかそういうね、なんかこうぼんやりいろんな意味を含んでるようにも感じるんですけど、どう思いますかね。あ、行ってみたいですってことね。割と今見ると普通の丘なんですよ。すごい、なんか確かに交差点の近くぐらいにあったかな、ちょっとね前車で通ってた時に見かけただけなので、ちょっと記憶があやふやなんですけど、でも本当に普通の丘なんですけど、ただここで人様がこの歌を呼ばれてらっしゃるかと思うと、ちょっとなんかね全然違う景色には見えましたね。ここが聖地かみたいなね。だからなんだろうな、この今で言うところのこう普通の景色を読んでるっていうよりは、やっぱりちょっとなんかこのその景色自体がとても神聖なものであるとか、この行為自体がなんかとてもとてもこう素晴らしいものであるっていうのを演出するためのなんか装置の一つ、なんか今だったらほらなんかすごい音楽流してライティングしてプロジェクションマッピングしてみたいに見せるような舞台なんですよね、その大きみが仮宮をされているってことで、この人様がこの歌を読むっていうのは、今そのプロジェクションマッピングをやるような効果が多分あったと思うんですよ。その言葉とその多分歌い方ですよね。多分すごいいい声で歌ってらっしゃったと思うんですよ。私はだってすごい素敵に歌えない限り、それはほら職業として成り立たないわけでしょ。なんかそのね、歌い方がしょぼかったらさ、そもそも無理じゃんみたいな。で多分歌い方もすごかった上に、多分ですよ、多分耳もすごくよろしくて、そしてその素晴らしい歌を作れるっていう、そのすごい能力を全部兼ね備えていたのが多分スーパーマンみたいな、そういうのが人様だったと思うと、そのね、いろんな人がこういる中でみんなにこのプロジェクションマッピングをこのただの 歌としてそれをなんか浸透させないといけないわけなんですよ。そのぐらいの能力がある歌声と、なんかこのね、その歌の作り方というか、なんかそういう能力を持った人だったのではないのかなと思います。なのでちょっとその この歌のから想起される映像がこうみんなの中ではプロジェクションマッピングみたいにこうバーッとして、みんなでこの共同
体験というか共感覚みたいな感じでそれを味わってわあ大国すごいみたいになってたのをちょっと想像してもらうとなんかこう当時の人たちがその、ね、人様が歌を歌って感じてた感覚にちょっと近づけるのではないのかなって私はちょっとなんとなくそんな風に思ったりしておりますがどうでしょうか。うん、光さん天皇が神と崇められている時代ですよねとか。そうなんですよね。だから雷の上にすら座ることができるときだ。そうそれです、光さんもうその通り、あの言いたかったことを全部的確にまとめてくれてありがとうございます。そうだから今そのただのねほら普通の丘に座ってるように見えるけどここはもう雷なんだと、そのほらちっちゃい時の子供が遊んでる極悪遊びにちょっと近いものがあると思うんですよね。はいここ今海みたいなさ、なんかそのね、ここはお城ですみたいに言ってちょっとなんか それでごっこ遊びってしたことありません？多分当時はそれができちゃったんだと思うんですよね。もうなんかこの大人たちも一緒にというかなんかそういう感じで歌とかを通して、でそのこの丘に見えるけどもこれは雷という名前だし、これが実際の雷の上にも多分あの乗れている感じでこの体感するというか、だからもうその普通の丘にこの雷雲のバーっていうプロジェクションマッピングがかかってるみたいな、それをみんなで見てるっていうのでこの感じてもらえたらいいかなと思います。あ、ね、ロマンがありますねってこと。そうなんですよ、もうね超いいなと思って。あ、レイサーさん素敵ですねって、羨ましい能力。そうなんですよ、本当にあの人様のその能力もすごいし、当時の人たちが多分そうやってみんなでそのね共同幻想というか幻覚というかなんかそういうのを味わえてたっていうのもなんかいいなって思うんですよ。うん、エリさん天皇への畏敬の気持ちが自然の雷への恐れや凄さと重なって素敵ですねって。そうです、そうなんです。なんかそのそこを一緒にしたかったんですよね、多分人様は。その雷の凄さとその天皇の凄さはこうイコールっていうか、もうその上に乗ってるから雷よりすげえぞみたいなぐらいの感じをしたかったので、うん、時代この時代ならではの感覚が羨ましくもありますって。ほんそれです。ちょっとねそういうのやってみたいし、人様にそうされてみたい。なんかあのなんかそこのあの共通ビジョンの世界に連れて行ってほしいね。全て SNS とかで裏が暴かれてしまう時代とは違う良さというか、まあね、本当ね、なんかみんなの夢を潰していくよね。なんかそれは本当やめてほしいっていうね。光さん、その天皇が地頭だから崇めたためつらないとところとと怖いってことです。まあそうですよね。当時その場所を治めていらっしゃったら、まあ、天武天皇様と、まあ、天武様が雲隠りなされてからは持統天皇様なので、まあね、ちょっとあの持統朝の、まあ、職業家人というかあの、ね、あの一番筆頭家人であるのが柿本人丸様なので、まあ、人丸といえば持統天皇といえば人丸みたいな感じはちょっとありますよね。うん、人丸の役国家斉唱とか、うん、エアプロジェクションマッピング装置とか分かりやすい。ありがとうございます。ちょっとね今回それがちょっと発見というかいい、現代語訳を1個手に入れて良かったなと思います、この歌やって。でこれがねこの天皇が大君が誰かっていうことなんですけど、この冊中にある本曰くこれはお坂部の巫女さんに献じた歌なんじゃないのかなって言っているものがあるんですよ。だから正式にこのお坂上の巫女さんですってはっきりしたわけではないけど、ある本ではお坂上の巫女さんじゃないのかって言ってますっていうことなので、一応お坂上の巫女さんに送った歌の一つとしてご紹介いたしましたね。ちょっとわかんないんですけどね、誰かは。でもとりあえず狩宮に行かれたのはお坂上の巫女さんの可能性があります。じゃあお坂上の巫女さんって誰なんだと言いますとね、はい、皆様お楽しみかな、はい、日本一分かりにくい家系図でございます。日本一にかな、分かんない、もっと複雑なのあるかもだけど、よくこんなさ書きにくく複雑にしてくれたもんだと毎回思うんだけど、頑張って作ったの褒めてこれで、まあ、天武
天武天皇さんね、今ほら持統天皇さんの名前がすごいね、笑うでしょね、ルリーさん、ひどいでしょ。あ、エリーさん、でも言葉の一つで一族繁栄や反対に怒りを招くのも怖くあります。確かにね、そうなのよね、すぐに失言で罰せられたら怖い。そう、なんかそういうのも怖いですよね。坂部は後継の資格はなかったはずだけど、ダチョウ大臣になったんだっけ、竹地の後に。確かね、確かそうだったから、ちょっとね、私もね、記憶が曖昧、さっき調べたのに。あの、とりあえず、はい、ちょっと解説します。あの、別にあんまり覚えなくていい人もいっぱいいるので、解説します。まず、はい、どこから行ったらいい？どこから行ったらわかりやすい？さっきちょっとちらっと出てきた、持統天皇、これですね。天上の虹の主人公、宇野の貞郎の姫巫女、はい、が持統天皇でございます。ねえ、これの旦那様が天武天皇さんです。はい。もうこの二人は、もう、言ったら、夫婦以上の、まあ、チームパートナーみたいな感じ。あの、一緒の、まあ、このプロジェクトをやる、この仕事仲間としても超優秀だし、で、あの、夫婦でもあるっていう、なんか戦友でもあるみたいな、そういう中で強い関係だったらしいです。で、この人が、まあ、誰なのかというと、天智天皇さんっていうね、ほら、百人一首の一首目の人ですよ。で、あの、一首の変だっけ、今だったら、大化の改新って呼ばれてた、あれをなされた天皇様でもあって、ここが兄弟です。弟です。はい。お兄ちゃんです。で、お兄ちゃんの娘が、はい、ここ、二人とも、あの、天武天皇に嫁いでます。もうこれだけでもややこしいのね。やめてよねって感じだよね。で、この、まあ、天武と持統の間に生まれた王子はこの草壁さん一人だけでした。はい。で、これがさっき言ってた草壁ならもう少し有名だよねって言ってね。これ2番目の息子ね。で、1番目の息子が、まあ、これ、あの、豪族のとこなんで、そんなにこの位が高くないお母様ね。これが第一王子、竹地の巫女さんっていうね。さっきちょっと光さんも言ってた竹地の巫女さんという人がいて、この人がまあ優秀だったの。もうほんとね、この人の、お母様さえ位が高ければ間違いなくこの人が天武の後にあの天皇になったんじゃないのかなっていうぐらいすごい優秀な人だったんですけども、まあちょっとあの若くで亡くなられてしまうっていうのもあったりして、とりあえずあの天皇にはなれませんでした、はい、さっき太政大臣もなってたっていうね、そんくらい優秀でございました。で、天武さん、お坂部さんはね、どこかっていうと天武さんがまたね、妻多いのよ。もうほんとやめてくれっていうぐらい妻多いの。で、この、まあ、この人も宮人で、言ったら、宮廷に、このお仕事として使えている女性たちが結構いたんですよ、この時代は。はい、公務員でね、国家公務員の人をちょっと、お出つきにされて、あ、だからこの人もそんなに、位が高くない。どんくらい位が高いかっていうと、位が高い方がいいかっていう、この持統天皇さんは、ね、お父様が、ほら、この天皇さんでしょ。で、お母さんも位結構高かったのかな。そういう人が妃だと、その息子も位が結構高くなるっていうか、次の天皇になれる率が上がるみたいな。なんかとりあえずお母様の家系が高ければ高いほどいいみたいな時代なんですよ。だから坂部の巫女さんはそんなに位が高くないお母様の息子なんで、まあ、しかも4番目の息子ということもあり、天皇になれる可能性はまあまあ低いかなっていうね、そんな高くはないかなっていう感じですね。で、あ、太政大臣ではないか、太政官事かって、難しいね。そう、確かそんくらいだったと思います。はい、お坂部の巫女さんね。で、とりあえず、ここ4番目の王子ね。で、1番目ね、2番目ね。で、3番目の王子が、これ、これね、なんでこれ番号振ってるかっていうと、ちょっとね、これ、ね、ややこしいんだけども、ここの2人がさ、割とどっちが天皇になるんだねみたいな、まあ、こっちが天皇だったんだけど、この天皇の次は誰が天皇になるんだねってちょっと揉めた時期があるんですよ。揉めた時期っていうか、この時代はこの人の、まあ、天皇になった人の息子が継いでいくっていうのが決まってたわけではない時代だから、その兄弟がいて兄弟の方が優秀だったらこっちが継いでもいいよねっていう、それを周りの人が決めるっていうか、周りがついてくるかどうかで決める
支持されてるかで決めたりするか、だから支持する人が分かれたら当然乱になるのよ。で、その天智の息子の一人と、お友の御子さんと天智のさんが、ね、争って、で、人事なんですね。で、それが固まって今天武朝になってるんですね。そう。で、そうですよ。ってことですよ。天の、次、次の天の息子は天武でも、他にも御子めっちゃいるから、これ、この天武天の亡くなった後に、その、なんていうの、クラウズグカってちょっと割れるよね、また乱起きたらやべえよねっていうことで、吉野の宮でなんか明暗っていうのをするんですよ。この王子たちを天武天皇が集めて、絶対にその乱はしません、みんな仲良くしますみたいなそういう吉野の明暗だったらっていうのをやるんですけど、その6人選ばれたうちの1人の納めの御子さんがいるんです。ということは結構そのね、もし自分が死んだ場合、この人もワンチャン天皇になれんちゃうんかって思われるぐらいの、まあ言ったらそのお母様の位みたいなものとか、あとはその人のなんかこの魅力とか人望とか、そういうのはあると思われて。一番年がですね、ゆうたち、まあまあ、で、この持統天皇さん、徳坂さんも、ね、一番気力持ってる持統天皇の息子ですから、それはそうです。で、ね、おつみさん、みんな大好き、おつみさん、さん、はい、文武両道、人望もあって、しかも女にも持ってる、大人気のおつみさんは、女の姫婿さんが亡くなっちゃって、出て、本当は、ね、お母様が最近出たら、草加部の身より絶対天皇に近かったと言われるような人も入ってます。で、4番目の息子ですが、お坂部の御子さんでございます。で、こっちの2人はね、天智天皇の子供なんですよ。この2人も結構大きくなっていたので、まあまあね、なんないでよねみたいな感じで。で、草加部の御子さんっていうのは、このほら、お坂部の御子さんの妹と結婚してる。複雑にしていくこいつら、はい、でというのはちょっとね、この川島民子さんは大津の民子が謀反したときに、それをなんか密告したかなんかで、ちょっとみんなから結構あいつなんつうことすんねんみたいな扱いをされたみたいな記載が全部の本ではないですよ。なんかこう書いてるものもあったりとかするっていうのがあって、ちょっと天井の日でもなんかあかわいそうだなっていう、そういう人ではあります。で、四季の御子さんね、みんな大好きな、少女漫画的なキラキラ男子っていうか、もう本当に蜂蜜レモンな爽やかな歌を読む方で、この人はね、もう第七王子だし、すごく、結局なんか官位とかもらってなかったんだっけな、なんだっけな、確かそのくらい あまり重用されなかったんですけど、実は彼の息子が天皇になって、今の天皇家につながっています。生き残ったのここっていうね。っていう感じで。で、なので、そう。で、加藤真央さんはこの長谷部の貴子さんが亡くなった時にも、確か、なんか歌を送っていらっしゃったりとかするので、結構この辺とね、仲が、の良かったというか、割と、みたいな感じです。あ、音が途切れがち？すまねえ。なんかたまになるよね。ちょっと待って、Wi-Fi が。Wi-Fi 切ってるかな。ごめんね。今聞こえるかな。聞きづらくて申し訳ございません。多分、髪のバシャバシャが入っちゃったのかな。この辺から。水星流動影響ですって、そうかもしれません。すみません。お坂部の御子さんのお母さんの名前が気になりますけど、これね、さっき調べたのは、ししどの、ししどのかじ姫のやつだったはず、確か。ししどのかじ姫のやつ、かじっていう漢字が、変換不可能のやつで、ちょっとカタカナになりました。
シドの梶姫のイラスメだはずです、確か。はい、すまね、どの辺から聞こえなかったかな、とりあえず、ね、はい、というわけで、気になるところあるとりあえず、お酒のことはそんな感じです。で、なんだっけな、記憶してたのに今、太っちゃった。あの割と、大事な国家事業みたいなものを、日本書記だったかな、違う、日本書記じゃない、大法律令 の編纂とかにも関わったぐらいの、確か、まとめてやってるのかな、なんか、それをするぐらいの、忘れてもらえる、結構、重大な役目をしてらっしゃった方です。で、まあ、竹内のみこさんが亡くなって、うん、で、大須のみこも謀反で、謀反の罪をかけられて処刑されて、で、草加のみこさんも割と早くで亡くなるので、次の天皇と誰にすんのってなった時、結構、お酒のみさんが、この中で行くとね、この中で行くと結構有力だったんですけど、でも、持統天皇 の、 まあ、息子の、ここにも息子がいて、そっちに継がされたみたいな、ところがあって、そういう意味でもちょっとね、なんか、でもなれたかもしれないけど、なれなかったっていう、それでもちゃんと仕事で、まあ、いろいろ役目をして、活躍しましたよっていう、なんか、微妙な人です。はい、というわけで、お酒のみこさん、こんな感じでございました。なんかね、彼氏の呼んだ歌が残ってないので、ちょっとどんな人かが分かりかねるっていうのもなんかもやっとするところではあるんですけど、とりあえず人さんには「いかずちの上に乗っちゃってんぜよ大阪のみこ」って言われてるぐらい、とりあえずかずち感が似合う書き系人だったんじゃないのかなとは思います。ちょっとね、いかずちに引っ張られた感はあるんですよ。は一個覚えていただけたらなと思います。あと高めみこ、かっこ、いかずちのみこ、はい、覚えていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、よし。あんまりね、久しぶりの吹き上がりすぎると、また食べるかもだから、今日はこの辺にしとこうね。ちょっとさ、みこさんがどういうことしたかをまとめて覚えてたはずなんだけど、なんかさ、やばいね、なんか頭のけてるなのか、すごい全部忘れちゃった。なんかいろいろ頑張ってたよ。いろいろ頑張ってたよっていうのもあれですけどね。はい、というわけで、先々週は展示に来てくださった方もいて、本当にありがとうございました。あと、こちらですね。はい、これがいよいよ完成して、はい、とりあえず関西でも展示をしようと思っていろいろ見てたんですけど、やっぱね、秋はね、どこもギャリーも埋まってますね。さすがにこの時期なんで、結構年内どこも埋まってて、で、ちょっと今一個問い合わせてるところが、来年のね、6月ぐらい、最短で6月だっつってて、まあちょっと秋あたり私仕事も詰まってるので、まあちょっとそんくらいまでゆっくり次の展示のなんかこの英気を養いつつしようかなって、ちょっと関西勢にはだいぶ待てることになるんですけど、ただその合間合間でなんかその絵本の読み聞かせのイベントをしたりとか、あとケルティックハープハープの演奏家の友達がいて、で結構ケルトのそういう、ハープ音楽っていうのを大好きでしたりとかしてる方がいるので、その方と一緒になんかイベントできたらいいねっていうのを今ちょっと声かけてるんですよ。だから秋と冬になんか1回ずつぐらいそういうイベントをしつつ関西で、でなんかまあ来年の良き時に関西でもこちらの絵が出るのができたらいいなと思っております。あ、
紙物手前に持ちと取り入れがち。そうなの？そのこれさ、読んだ。ちょっと読んだ。真ん中くらいからだんだんひどくなってる。あ、わかりました。ちょっと気をつけます。紙物を前に持たないようにします。これ致命的だよね。致命的だよね。ありがとう。アイルランドの旅話も聞きたいですってこと。ありがとうございます。何したらいいかな、旅話。何で聞きたい？何だろう。ちょっと時間ができたら旅の動画とかまとめてこう YouTube にアップしたりとか、まあ、投稿にしたりとかしたいなとは思ってるんですよね。いろいろ動画も撮ってきたの。そうなのでそれもしたいなと思ってありがとう、いろいろ教えてくれてて。そっか、紙物を前にしてるとこのマイクが拾ってくれないか、この紙のガサガサした音をさ拾っちゃってブツブツするのかもね。教えてくれてありがとう。ちょっとこれからこの紙をやるときにちょっとなんか気をつけるわ。難しいね。ピンマイクとかした方がいいのかな、ここで。なんかこのマイクいいよとか、なんかもしご存知の方いたら教えてください。ちょっと今使ってるマイク微妙なのかな。はい、とりあえずアイルランド話も旅話もこういうので聞きたいよとか知りたいよとかあればぜひ聞かせていただけたらなと思います。で、ケルティックハープの演奏のあれはこのでその音楽を演奏していただいて、で読み聞かせをするっていう、まあ、絵本の読み聞かせの間に音楽を流していただく、その本気のコラボになるかちょっとまだご相談中なんですけども、結構なんか今までしたことない感じの楽しいイベントになったらいいなと思ってるので、ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいですね。紙のガサガサは入ってないし、 Wi-Fi 紙通さないっていう違い。 Wi-Fi 紙通さない Wi-Fi、違う、 Wi-Fi 通さない紙ってすごくない？もうなんかそれは結構スパイグッズできるんじゃない？何かしらの。いつもよく聞こえるので星の影響かと思います。ありがとうございます。それだけと助かります。それでまあちょっといろんなこのね絵本を、まあ、紙もすごいやばいかもけど、ちょっと話しとこう。絵本をきっかけにちょっとなんかいろんな感じで皆様に楽しんでもらえることが増えたらいいなと思います。音声と動画もズレがあるし、紙は関係ないの。やっぱ Wi-Fi の問題なのかな。なんかね、今日またちょっと違う Wi-Fi を試してみたの。うん、あとなんだろう、このなんだっけ、インスタのこのアプリじゃないや、フィルターもちょっと変えてみたの。なんかいろんなものを買いすぎてわかんないよね。一国道的な、マジでか、そんなずれてんのか。イベント楽しみですってこと、ありがとうございますね。これなんだろうね、最近の Wi-Fi がなんかおかしいのよ。あやゆさんこんにちは、見に来てくれてありがとう。東京もまた来てくださいってこと、もちろんでございます。なんか楽しかったので、結構何かしらその皆さんに楽しんでもらえるようなものを作って、それを見ていただける機会を作ってみようと思います。また展示するよりはよろしくお願いします。本当にハンニューありがとうございました。ハンニューというとハンニューを使ってもらって、マジで人がいる、来てくれてるのと来てくれないの全然違うなと思って、全部自分でしてた私は愚かだったと思いました。あと犯人は1時間では終わらない、犯人は1人は1時間ではないと分かって、2人でも1時間は終わらないですね。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで私もちょっと後で続確してどの辺がやばいのかをちょっと確認いたしますね。いやご飯にするか、お腹すいたね。今日も聞きに来てください。本当にありがとうございます。来週はちょっと七夕なんですよ。すごくない？クイズの7日になるので、ちょうど8月のカレンダーのもう七夕の歌にしているので、はい、この歌を楽しましょう。新年の七夕の時はね、七夕感で感じてない私も最近早いこと七夕やってるなぐらいの感じで
全然手に入らないけど、来週がこの担当です、はい、なので我々万葉勢としては本気の七夕を楽しみましょう。七夕、はい、にはかなりもあのなんかこういうねつなげてもいりません。はい、あのなんだっけ、惜しいの糸とか、え、あと朝で過ぎてあの炭を吸って歌をかけて、そういう渋いことをいたしましょうというわけで、あ、今時々ひどい、どうなの、マジで聞こえないけど、感謝は聞こえてないじゃん、なんだろうこれさ、マイクが悪いのかな、もうなんか何が悪いのか分かんない、ごめんね、今日今週も気持ちが伝わってる、もう、はい、今日はもうトゲトゲだから終わるね。あ、川瀬の絵大好きってこと、ありがとう。じゃあもう今日は途切れ途切れなので、終わりにします。あ、また来週ね、お休みじゃないや、またね。